東洋ライスは2015年から国内の優良米を金芽米に仕上げて販売する世界最高米事業を始めていますが、1月25日第3回優良米買い付け先6団体の認定式を東京で開催しました。今年度の優良米は2017年12月に開催した第19回食味分析鑑定コンクール国際大会の中から金賞を受賞した関家のこだわり米、真室川町こだわり米生産組合など6団体で、玄米は一般価格のおよそ8倍となる 1kg あたり1900円で買い上げられます。東洋ライスではこれらのお米を生命力、熟成、精米、ブレンド、無洗米などの技術で最高品位の金芽米に仕上げ、今年6月から販売します。ちなみに昨年は予約分の販売のみに徹し、国内400セット、海外150セットを完売しました。この取り組みは日本の米に対する注目度、価値向上を目指すもので、世界最高米のフラッグシップを同社が取り組んでいきます。もう選別選別でぐっとほんまよりすぐりの米ですからね、まあ、外国も含めて取れた、まあ、米の中のほんまに一握りの最高の米ですから、それをさらに我々でまたもうほんまにこの選別して高めたもんですからね、高くなるのは当然のことでね、はい、この鑑定士協会ができたのはやっぱりいいものはきちっとした価値をつけて売っていくと、この制度を作る必要性があるであろうということで、同時にお米の国際大会大会を開いていったと、まあ、ご存知のように日本には必ず食味系、それとか品質系とかで味度系とか世界に何ようなこういう機器があるのでね、まあ、それをうまく使ってね、でランキング付けをしていく大会をしていこうというのがただ一つのきっかけでしたけどね。